2匹のカエルが沼で遊んでいた時、ドーン、捕まってしまいました。シェフに捕まったカエルは台所に連れて行かれ、シェフは沸騰したお湯にカエルを1匹投げ込むが、大事には至りません。足に一瞬お湯がつくと、カエルは飛び上がり窓から逃げ出す。シェフは再び鍋に水を入れ、今度は冷たいままにする。2匹目のカエルをドボンと鍋に入れたが平気です。シェフがゆっくりと弱火で水を熱すると、徐々に温度が上がっていきます。ゆっくりなのでカエルは気づかない。それどころかぬるま湯で体を温める。表面に泡が出始めて、自分が熱湯にいることに気づき始めます。面白いことに、この偶話は科学的にはカエルにとっては間違いです。実際はカエルは水温の上昇を感知し、安全なところに逃げます。でも人間はそうではないのです。私たちが快適に湯船に浸かっていて、温度がゆっくり上がっても、その間ずっとコンロのスイッチに触っていないとか、温度計が合っているなど、温度計が正確でも問題あるとか疑問を抱きます。1850年以来、地球の平均気温は1度上昇しました。大したことなさそうだけど、大きな上昇です。なぜ？1度はあくまで平均話です。すでにもっと上昇しているところが多くあるので、北極地方では4度上昇している場所もあります。世界の平均気温がさらに1度上昇すると、北極地方の最も寒い夜の気温は10度上昇するかも、ムンバイで最も暑い日の気温は5度上昇するかも。なぜこのような状況に？快適な現代社会はほとんど化石燃料に頼っており、石炭、石油、ガスは遠い昔にあった有機物由来の炭素で作られています。化石燃料を燃やすと二酸化炭素が発生し、大気中に蓄積され、何百年も何千年もとどまって熱を取り込みますが、放出はしません。太陽からの熱は大気を通過して地表に届き、そこで吸収され、すべてを温めます。温められた物質は赤外線を放出し、宇宙へと戻ります。ほとんどの大気中ガスは赤外線を吸収しないからです。だが二酸化炭素とメタンガスは赤外線の波長域にあるものを吸収します。ですから大気中の温室効果ガスが増えていくと、熱は宇宙に戻っていかずに地球が温め続けられます。このペースで温室効果ガスを放出し続けると、産業革命以前の気温に対し2100年までに4度上昇すると科学者は予測している。また世界の平均気温が 1.5 度上がると、今よりあと 0.5 度上昇すると限界点に達し、気候変動による負の効果が著しく厳しいものになることを見出す。この限界点を超えないためには、温室効果ガスの放出をなるべく早くゼロにしなければなりません。または放出をネットゼロに抑えなければなりません。これはある程度の温室効果ガスを大気に放出し続けますが、放出した分を回収するという考え方です。炭素を排出し続けて隔離できるわけではない。自然任せだと放出量に追いつかず、技術的解決法の導入に莫大なお金がかかり、巨大な恒久的貯留場所が必要となる。石炭、石油、天然ガスに代わりクリーンエネルギーや燃料を使うべきだが、時間がかかるので大気から二酸化炭素を取り除くことでダメージを和らげられます。偶話のカエルみたいに鍋から飛び跳ねられなくても、きっと何かできるでしょう。コンロのスイッチに手を伸ばし、火を止めましょう。科学者、政策立案者、そしてあなたのような人が地球の未来を確実にするために講じている素晴らしい対策について詳しく知りたいですか？ edu.ted.com アーススクールにアクセスして、好奇心と希望を膨らませてください。